自衛隊病院とは、防衛省が設置、運営する陸、海、空自衛隊の共同機関であり、自衛隊中央病院や、陸海空爆料庁を通じて、指揮監督を受ける自衛隊地区病院の総称。共同機関以外に防衛省が設置する病院として、防衛医科大学校病院がある。自衛隊福岡病院正面入り口自衛隊、熊本病院の救急車共同機関の、 自衛隊病院には自衛隊中央病院と陸、海、空それぞれの幕僚長を通じて指揮監督を受ける自衛隊地区病院がある。基本的に利用対象者を防衛省職員とその家族、つまり自衛官診療所保有者と防衛省、共済組合の非保険者に限定している。ただし、中央、札幌、福岡の3自衛隊病院では2006年10月から 前日の防衛省職員、家族以外の一般外来受診を開始し、防衛医科大学校病院、自衛隊横須賀、富士、阪神、福岡病院も一般外来受診を行っている。陸海空の管轄に関わりなく最寄りの病院で受診できる。各基地や駐屯地からは職員送迎のための車両が定期運行されている。また、 防衛省及び自衛隊を体感した者も,のも診察券を所持していれば受診が可能である。ただし、一般外来受診を行っている自衛隊病院以外では体感後も継続して防衛医官を主治医とする治療が必要と判断された場合に限定され、それ以外の場合は原則として受診できない。院内で診察、治療、看護、研究等にあたる者も,のも 同様に防衛省職員である。すなわち自衛隊病院の医師、歯科医師のほとんどが自衛官であり、看護師も多くが体内で養成した自衛官である。病院長は省、または省保、もしくは一佐の階級にある自衛官並びに医療職技官を持って当てられる。具体的には自衛隊中央病院では省から 防衛機関に転換した医官が、別府病院では医官たる一等陸差が挙げられる。自衛隊中央病院では、防衛医科大学校と連携して、医師臨床研修を受け入れており、中央病院、横須賀病院、岐阜病院では、歯科医師臨床研修の受け入れも行っている。ただし、臨床研修の対象を自衛官採用者に限っている。これらの病院は、 総合病院として運営されているが、別府病院のみ、リハビリテーション病院として運営しており、退院のリハビリ目的での入院を受け入れている。2021年度予算によれば、今後、空1病院の新設、海1病院の機能拡張に伴い、空2病院、海3病院、陸1病院の廃止、空1病院の陸次移管が予算計上されている。2009年、 防衛省は全国に16カ所ある自衛隊病院を10カ所に集約した上で、現在は一部に限定している自衛隊関係者以外の一般国民の利用をすべての病院で認めることを決めた。2021年度末に以下の再編が行われる。これにより10病院へ再編される。自衛隊病院は総合病院に匹敵する。 診療科を備える病院がほとんどであるが、利用者が自衛隊関係者に限定されていることに加えて、有事に負傷者を収容することを前提として、常に一定の空きベッドを確保して運営されている。非効率な運営を改めるため、2008年に財務省が一般開放などを要請し、防衛省も患者が増えることは、医官の技術向上にも役立つとして、 2008年11月に省内に委員会を設け見直し作業を本格化させていた。委員会では、いくつの病院を一般開放するか、地元医師会の意向も聞きながら検討。すでに開放している病院でも、利用率が上がらないことから、どうすれば一般患者が使いやすい病院になるかや、地元の医療機関との連携も模索している。近年は、ヘッ医療における、 医師不足が深刻化していることから、自衛隊病院の医官が地方の公立病院に派遣される例もあり、僻地治療に対する医師供給源としても重要になっている。その逆に、体内で医師不足となるケースも存在し、中小の中屯地等では医官が常駐しておらず、付近の民間病院の医師が中屯地委託医師となる場合がある。入院患者への見舞いに関しては、 自衛官身分証明書、防衛協裁組合印象等を所持していなくても可能である。防衛省は平成21年に自衛隊病院の運営について収支比率が著しく悪い病院では病床数が少ないなどとする分析結果を公表した。同省は病床利用率の改善により収支の改善も期待できるとし、病床数の見直しや 現場におけるコスト意識の醸成などの改善が必要だとしている。自衛隊病院全体では、歳入106億円に対して歳出は323億円に上っており、入院患者をどれだけ受け入れているかを示す、病床利用率は28%で、自衛隊病院以外の76%を大きく下回った。自衛隊病院全体の改善の方向性として、財務省は、 収支データの収集分析を続け、コスト意識を醸成する、地域にあった医療を提供することができるようかく、病院の位置づけを見直す、一般の患者を受け入れる、オープン化病院への移行を推進し、地域医療に貢献する、ことなどを提案した。また、同年度の人件費が、歳出全体の87.8%を占め、歳入の5.59倍に上った、自衛隊病院もあり、 収支の悪い病院で人件費の負担が重く、財務省では、党配合を含む抜本的な見直しが必要だと指摘している。自衛隊病院では、自衛官は、死傷病でも自己負担なしに診療を受けられる一方、報給の1.6%があらかじめ控除されている。防衛事務官の場合には、死傷病であっても、報給からの控除もなく、国民の理解が得られないとして、 財務省は改善が必要としている。なお、防衛事務官に対するこの制度は平成22年4月1日から自己負担3割になった。しかし医療費の計算方法は一般国民、多少長の公務員が1.1円で計算されるのに、対し自衛隊病院において防衛省職員等は1.7円で計算される。すなわち、 一般国民に比べて3割引きであり、その差額は公費によって賄われる。自衛隊員が部外医療機関を利用する件数は、外来で自衛隊病院の3倍、入院についても全自衛隊病院の50%を超えるに至っている。部外診療委託費のうち10万点を超える高額医療は年々増加傾向を示し、平成18年度595件。 平成19年度719件、平成20年度は3、四半期までで653件となっている。これらの高額医療を必要とする疾患の内訳として、心臓疾患、白血病の順となっている。また、自衛隊病院ではなく部外の医療機関に受診している傾向が強い症病は、感染症等、腫瘍、血液及び臓血器の疾患及び循環器系。 疾患である。自衛隊中央病院の指揮監督は防衛大臣が陸上幕僚長を通じて行う体制であり、病院長は各自衛隊の医官から転換した防衛機関が就任している。2018年現在15病院が設置されている。海上自衛隊員の集中する主要な基地は地方総幹部の所在地となっているので、 各地放送官部所在地に一つずつ、会場幕僚長を通じて指揮監督を受ける自衛隊地区病院が置かれている。ありがとうございます。